こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。今日は日本国内で売るか、まあ、海外に輸出するか、まあ、その中でね、えー、一点、まあ、注意点というか、まあ、日本の消費者の方は大変厳しいという、まあ、好都合な例というか、えー、典型的な例があったんで、えー、まあちょっとお知らせします。これね、えー、ゴルフで使う、まあ、ウェッジというやつなんですけど、間違えた商品が届いたと。 で間違えたときね、自分で梱包して、宛名をプリントして、で、集荷を頼まなきゃいけないと。呆れて物が言えない、ね。間違えて送るのはもう本当にひどいことなのに、さらに手間をかけるとは何たることだということでね、えー、5つ星が一番の評価なんですけど、星1つという、まあ、このレビューをつけている方がいらっしゃいます。まあ、この、 道具自体は非常に良い,い道具とね、道具自体を評価して下5つ星つけてます。で、この方もね、よくよく見るとというか、まあ、普通に、まあその梱包と宛名をプリントさせたのが気に入ないということなんでしょうけど、まあちゃんと正しいものは届いてると。まあ、この場合、日本だとね、間違えたものを送ってるのは非常に失礼だと、ね、えー、あるいは人によっては詐欺だとかね、消費者戦ーに訴えてやるとかいうクレームになることもあります。 まあ一方アメリカやオーストラリアでね交換してくれて文句が出るということはほぼありえませんというかね間違えた商品が届くというのはまあ運が良ければというか悪ければというか、まあ、3回に1回ぐらいはね間違えた商品届くと、まあ、それでもねまあいいかと使うような方も多いです、まあ、でもどうしてもね交換しなきゃいけないような商品の場合もまあ普通にこれ えー、梱包してね、宛名をプリントして送り返すというので、まあ、文句言う人はまずいないと。まあ、中にはね、えー、郵便局持ってく、持ってかなきゃいけないとかね、えー、こっちの方はね、週刊ってのはあんま一般的じゃないんで、まあ、郵便局、遠くの郵便局まで持ってかなきゃいけないと。まあ、そんな場合でも別に持ってくのがめんどくさかったら、まあ、そのままね、その商品を、えー、捨てちゃうとか、eBay で売って別な商品を買うと。まあ、そういうことをする人もいますし、 何しろ、交換してくれれば、文句が出るということはないです。正しい商品が手に入れば文句が出るということは、まずない。それでも文句言う人はたまにいるでしょうけど、非常にレアなケースですね。そういったことから、ちょっとうっかりミスをしやすい方は、正直、輸入商品を日本で売るとか、日本で買ったものを日本で売るというのは、厳しいと思います。苦労が多いと思います。 まあ標準的なね、注意力しかない人だったら、まあ、輸出をした方が、まあ、はるかにスムーズに取引ができるというのを、え、覚えておくといいかなと思います。まあ、大抵ね、初めの頃は、え、あんまり売れないんでね、国内転売、あるいは輸入でも問題は起こらないんですけど、まあ、量が増えてきたりね、慣れてきて高い商品を扱うようになると、えー、 すごいクレームが増えたとかね、返品が多くて儲かんないということになっている方が多いです。これはやっぱり世界一、おそらく品質に厳しいであろう。品質っていうのはね、商品そのものだけじゃなくて、ちゃんと間違いなく届くとか、早く届くとかね、その梱包もしっかりしてる、箱もしっかりしてる、そういうことまで全部、ね、注意しなきゃいけない、まあ、日本の消費者を相手にするのか、 あるいはね、えー、そこまで厳しくない輸出して海外の方相手にするのか、まあ、厳しいところでできるならね、どこでやってもできるという考え方もありますけど、少なくとも初心者の方はいきなり、えー、日本人を相手にした転売をすると、えー、多分、えー、うまくいかない、ね、そういうケース、返品やら、えー、クレームなんかで嫌になってしまうことが多いかなということがありますんで、えー、輸入がいいか輸出がいいか考える際ので、ね ご参考にしていただければと思います。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。